すいません、はいよ、全然なんか余裕そうじゃない、あ、時間見てなかった、前すぎてご飯で、え、店の中で時計ぶら下がってよし、あ、靴めっちゃ綺麗になった、今まで開いてなかったから長く愛用するのはしっかりメンテナンスしなきゃね、うん、まだ買えなくても良さそうだ、あの買えるとしか総理だけ考えなくても嗅いでんの、ポンちゃん、なんかすんげえ匂い嗅いでる、嗅いでんじゃんか、靴がめっちゃ軽い、でもサッカーとかの場合ってさ、洗わないでくれって言われるんでしょ、マニアにとっては。ああ、マニアにはね。うん。それ泥だけど。泥と言ってるじゃないですか。あれじゃん、おさむ先生の作者の作品でしょ、あ、コーヒーの意味する、両腕がないんだ、目が見えないんじゃん、腕がなんか刀になってるから早いわ、そうか、ね、ちょっと草津山を拝みながら帰るわけですよ、ああ、帰る、お部捨てなかったか、自分気があるけど、あの置いてないんじゃないかな、この辺のお部捨て、うん、誰でもトイレ、いいじゃん、ね、うん、海に反応してんだな、お前すげえ格好だな、オフがオフで、楽しかったね、お腹が空いたら、お、あ、外側か、あのスピードでこっち側から来たら超見えるよね、うん、先をねえわ、ありえないでしょうけど、うん、それ完全に闇津峠だ、まあね、日当たり、じゃあ間に合うな、うん、
ちゃんと言ったらバーアウトだったな。うん、バー言ったじゃん。さすが慶子さんだな、うん、あんた一度損してたけど、俺は絶対無理だと思う。さすが、あとで注射あげるぞ。うん、おしっこした、ここでティンティンしたらどうなる。あ、上場上場、あ、やめなさい、やめなさい。ここ棒があったらパキンチになっちゃう。赤ちゃん犬はそこ刺激しないと自分で出せないんだよ。赤ちゃん犬、うん、だって膀胱になっちゃうんだ。うん、だって自力で出せないんだ。あ、ちっちゃいから。だから母親が舐めてあげるんだ。人間がもしやるんだったら、ちょっと湿らせた柔らかい脱脂綿とか、うん、ティッシュで優しくこうやってちょんちょんちょんってやると、ちょんちょんちょんって出てくる。うんちもなんかちっちゃいのがプチプチって出てくるんだよね。ああ、よかったな。お、マジ便器だから落とすんじゃないかと思ってドキドキしてたもん。何を、赤ちゃんに。僕こんなんだよ。便器はどうするということで、あ、ボトン。トイレさせんのに便器の上でこうやってたから。ああ、今おったらな。ポンタレ？あ、違う違う。ポンタレはだってもう自力でできる。4分だって5分ですよ、そうかな。本当しなびた、しなびてたよ。これあれじゃん、最初に乗るバスじゃん。4時だ。あー、あれか。日長くなったな。もう暗いかったもんね。もうちょっと、あれね、先々月とか。ほんの数ヶ月前。はぁ、あ。5月中旬ぐらいまではもうすぐ暗くなってた。超太もも張ってる。ポンパン体操。飲料水でしょ。家帰ったら動画あげようもん。そうだ、ポケモンの大会出なくて負けじや。3回だけ。あれ、なんかな、ラーメン食ったらもう腹減った。わー、おトイレ行きたい。やべ、ちょうどこれ膀胱に当たるわ。あ、やばい、やめなさい。開くわけじゃないよ。もう車でブオーって行きたいな。ラストスパート。Thank you.
Thank you.